ウェザーニュースキャスターの小牧結衣です。7月30日木曜日の全国の天気をお伝えします。木曜日も雲が広がるところが多くなりそうです。西日本見ていきますと、特に九州では強い日差しが降り注ぎ気温が上昇します。35度近くまで上がるところがありそうですので、熱中症には厳重に警戒してください。その他、中四国や近畿、そして東海でも日差しが届いていてもにわか雨や午後は雷雨の可能性もありますので注意が必要です。関東は木曜日も雲が広がり、雨の降りやすい天気が続いていきそうです。そして東北地方も所々で雨の降る可能性がありますので、外出の際は空の変化を気をつけください。北海道は木曜日穏やかな日差しが届いて青空が広がるところが多くなりそうです。沖縄晴れアイコンついていますけれども、急に降る強い雨にはお気をつけください。またこれまで大雨が続いた東北地方、特に山形県では地盤が緩んでいる恐れがあります。少しの雨でも災害の発生に警戒してください。そして気温を見ていきますと、九州をはじめ西日本から東海ではかなり高い予想になっております。水分補給、塩分補給が必要になりますね。木曜日の暑さ指数も見ていきましょう。こちらが14時の予想になります。九州や四国の一部では危険レベルとなっていますね。この辺りは十分に熱中症にはお気をつけください。また夜もあまり気温は下がりませんので、夜間の熱中症にも注意が必要です。以上、全国の天気をお伝えしました。